ぐっとね、チーム状況も良くなりそうです。いや、そうなんですよ。さっきあのちょっと小林と喋ったんですけど、ゴーさんですか？そうです。はい、やっぱり今チーム状況めちゃめちゃいいじゃないですか。はい、だから全然気にならないって言ってたんで。自分のスコアがですね。そういうことです、そういうことです。やっぱそれ大事です。なんといったってパイレーツは、ナンバー3までに個人2人入れてるんですよ。鈴木優が1位、水原が3位、そして中林もしっかりプラスキープ。そりゃ郷さんはちょっと家事任せますよね。ちょっとそうです、ね、頼むわみたいな。寝てるよ俺みたいな、ね、昼寝してたらね、はい、船は進んでいきますもんね、はい、おー、これはリーチですかね、はい、さあチーピンを暗号にした中林が先制リーチ。現在トップ目、スチーソードライしたら十分ですね。暗号にしたのはトムですけどね。暗号にしたのはトム、失礼しました。これで親の秋のところで積もればね、はい、大きいですよね。めちゃめちゃでかいです。ムムこれ何か切って、まだリャンシャン点なんですよね。イーソーリャンソー現物ね、ちょっとね、サンゾプッシュできないかな。行ったらすごいけど現物、それはそうよ、それはそう。これ初ポンするんですか？しないと思うんですけどね、むしろ切ってく感じですか。単葉でまとまったら勝負みたいな。サードだ。じゃあスッチソ1、2、3、4、4、5、3枚山、うん、まあ普通ぐらいですか。はい、ヤンソーイーソーで受けて赤ウーピン、でもウーピンローピンいずれも通ってない。はい、なんかね、まあ一応ピンズの方がちょっと通しやすくは見えますね。うん、3ピンが早くてドラギリリーチ第5、久し56だからリャンシャンテン、うん、多いが一応いいシャンテンなんですよね。あ、でも崩しましたね、はい、ドラを切ってきました。あ、やっぱカンパーピン残りじゃね。あ、リャンピンも通ってないけど、まあ比較的無筋の中では、無筋界では通りやすそうなリャンピンですけど、秋は今ドラのチーピンチーしませんでしたね。あ、本当だ、確かにあれね、マンガン確定するから泣いておりゃっていく手もありましたよね、はい、泣かずに。あ、これで2サッシ、ごめんなさい、ピ単ピンシャンテン、チーピンが2枚見え、でも3万ウーマンはこれっぽっちも通ってない、これっぽっちもだし、はい、めちゃめちゃ危なく見えるんで、なんかピンズ切りそうな気がします。3、2とかですか？そうっすね。いやー、さすがに3万ウーマンは無謀ですか。そしてリャンゾが3枚見えなんで、そんなに上がれそうないですよね、あのマンズ払ってもとなると。うーん、なのでピンズかな。リャンピンがちょっと折れそうだから、3ピンリャンピンとかになる気がしますけど、でも考えてるってことはマンズ勝負考えてるのかな。2か3、あ、でもローピンが結局打てないもんだ、最後差し子になったって。どう、そうそう、だからヤンピン3ピンだと思うんですよ。まあ3ピンからじゃなくてヤンピンからにしますね。ってことはこれローピン打てるなら打ちたいってことですよね。差し子ですもんね。リャンソーのリャンソーないんですもんね。確かに今リャンピンと3ピンでひょっとしたらと思ったんですけど、あ、そういうことですか。これ最後ローピン打てるなら打ちたいっていう意思ですよね。まあ通るかもしれないですもんね、うん、次9ピンとか通ったらローピンリーチできるからってことだと思います。大悟、はい、リャンソーないならこの手は差し子でしょう。うん、確かにね、価値がだいぶ違いますもんね。うん、いいですね、ああいうリャンピン切りもいいっすよね。なんかね、3ピンじゃないところがね、僕ね、そうそう好きなんですよ、こういうの。僕もいい、すごいいいなと思いました。はい、勝負してる。結果最後ね、3ピン切るかもしれないですけど、はい、あそこでリャンピンを切るこの手の幅が残ってるとかがね、はい、大悟さんいらっしゃい。これは3ピンになっちゃうかな。はい、まあそうなんですよ、こういうので。まあ大体3ピンになるんですけど、はい、でもヤンピンから切ったのかっこいいなと思います。そうですね。うーん、まあ E1 切りは多分ないと思うんだけどな、あまりに通ってないよね。通ってないです。うん、別に枚数的にはもう全然ダメです ね、はい、ね。まあ普通は3ピンだけど、だ考えてるってことは E1 とか切りそうで、すごいな。さすがに3ピンに見えるけどな。なよね。はい、ところです。地層はまだまだ3枚あるのかな。1、2、3、4、5、6、あ、2枚に減ってますね。はい、あ、ちょっと大井さん、振り点で一応追いついた。あれ、サブロック9万一気通貫ですけど、ローマンと9万捨ててて9万ゼロ。うん、それは価値ないな。かつ9ピンがまっ、おお、6球ピンあんまないってことですね。778で7ピン切りリーチだったらパーピン切るよねってことですか。例えば分かるんですけど、まあまあ、あんまりないってことですか。可能性が低いってことですね。うん、たまに出てくるけどあんまないよねの9ピン切りですね。だから大悟もローピン切りの幅を見てたんですかね。ということは2人とも共通してるのは6球ピンってこのパターンあんまないよねで
っていうあの 思惑が一致してたんですね。はいはい、あもちろんたまに出ますよ、うんうん、芳醇な手配でね。キューピン行くんだ。で多いはねあんまり一番行かなそうなタイプだなと思いました、あ秋これでイーシャンテンじゃないですか。ハツハツで回って三層ウーピンくっつきイーシャンテン、いつもよりかカウンは必須なんですね。本当ですね、これあるな秋も。いやあーあれあれ一筋縄がいかない。1ミリ毛量のタクヤバすぎる。リャンウソーテンパイ、リャンウソーあるな、スッチーソーテンパイ、サブロッキューマンテンパイ、どうなんだ。ローソー、急走は通るか、通りそうだ。急走は、ん違う、中林に取ってない、まあ、でもパーソー早いね、パーソー早いね。なんでね、あきちゃん、はい、追いついたら面白いよ。面白い。3人転敗、なんで私だけ転敗しないのといった感じ。これリアウソどう、パーマンスッチー、相対リアウソ、トンバのめくり合いを中林が制している。このナンバのめくりはどうなるか。ここで大悟やられたら結構きついですよね。逆に中林とするとめちゃくちゃトップ近づく。サブロッソーは中林には通ってます、両目待ち。追っかけの大悟に全然通ってない。自分はフリテン、パーマンイーマンが通る。もはやここまでだ。秋にどっちを先に打つか、ね、パーマンはナウ通ってて、そうナウだからパーマンからだと思いますけどね。秋にね単用がありますもんね、はい、手がわってパーマンローンが嫌すぎる、はい、イーマンはね単用じゃなかったら、はい、単用なら大丈夫なんで100回全部切れてますし、はい大丈夫ですね。そういうことしてるか。いや行かないと思いますね、ローソーはさすがに。パワーイワンの順番だけは飛んだもんね、はい、パワーイワンですね、はい、アキちゃん、アキちゃん、はったはったはった、アキちゃん一人取ってるからね、三層自分1万2000ですよ。これは、ね、三層切ると思います僕は。でも自分の上がりはウーピンを自分で1個使ってるから、目に見えてウーピンは1枚いったよ、いった。リャンマンも1枚出てるよ。でもあーないないか、リャンマンウーピンない。ウーソー来た来た来た、やっと来た。裏いたら跳ねま、3600だ。復活のヒロシ、復活のヒロシです。いやこれは、うん、村上さん、はい、僕はねあのリャンピンがかっこいいと思いますよ、うん、あそうですか、そうおっしゃる通り、はい、いや見事上がりをものにし、あ先ほどね中林さんにやられちゃった大悟さんですけど、ここはやり返しましたね一つ。いや今のね本当結果には実際あんま関係ないんですけど、はい、僕もあのね三品リャンピン、うん、あの順番が本当にあの大悟のその実力を示してたと思いますね。生き様だっすよね、はい、うん、あの前回大井さんがトップ取った時にトンを泣かずにありましたね、取ったとかなんかね、これはね、はい、いいっすね。やっぱなんか本当その人ねもう麻雀プロとしても何十年も生きてるんで、うん、はい、生き様出ますよね。出ますね、はい。